ミライジャ・トーマス・ホワイトは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州イーズリー出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のテキサス・レンジャーズ所属。高校時代、2013年の MLB ドラフト26巡目で、シンシナティレッツから指名されたが、契約を拒否し、クレムゾン大学に進学した。その後2015年の MLB ドラフト37巡目で、 ピッツバーグパイレーツから指名されたが、再び契約を拒否して大学に残留した。2016年の MLB ドラフト11巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、3度目の指名で、契約に合意して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビューし、シーズン途中に a 級バーモントレイクモンスターズに昇格。2チームで、 合計五十六試合に出場して打率二百七十五二本塁打二十五打点十二盗塁を記録した二千十七年は A 級ストックトンポーツでプレーし百十五試合に出場して打率二百七十四本塁打三十六打点十二盗塁を記録した二千十八年は A 級ミッドランドロックハウンズでプレーし百三十試合に 出場して打率。306、9本類打55打点、18盗塁を記録した。シーズン終了後には、アリゾナフォールリーグのメサソーラーソックスでプレーした。2018年12月21日に、アスレチックス、テキサスレンジャーズ、タンパベイレーズによる三角トレードが行われ、レンジャーズは、ホワイトとカイルバード、ヨエル、エスピナル、ブロックバーク、 インターナショナルボーナスプールを獲得。レイズはエミリオ・パガン、ドリー・レイシー。2019年のドラフト指名権を獲得。アスレチックスはジュリクソン・プロファーを獲得した。2019年は参カのトリプル A 級ナッシュ・ビル・サウンズでプレーし、116試合に出場して打率。253、14本塁打、43打点、14、盗塁を記録した。 2020年9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のヒューストンアストロズ戦にて9番左翼手で先発出場してメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで19試合に出場して打率188、3打点1盗塁を記録した。ありがとうございます。